そうですね、やっぱアジアでも有数の強い国だと思いますし、まあ、昨日試合ちょっと見ましたけど、非常に力のあるチームだなと思います。まあ、あと2つなので、やっぱり優勝したいですし、それに向かってやっているので、しっかり準備してまた勝利できるようにいい準備したいと思います。いや、もう勝利だけです。チームが勝てばそれで全ていいです。はい、そうですね、まあ、ラインは、まあ、住んでる町ですし、まあ、非常に、まあ、ドバイもアブダイもシャールジャもよく行くので、まあ、どこであろうと僕にとってはホームなので、まあ、すごくやりやすいっていうふうには感じてます。そうですね、やっぱり、まあ、家族であったり友人であったりたくさん来てくれますし、まあ、普段プレーしている場所でまたこうやって代表の試合ができるというのは本当に自分にとって幸せなことです。